僕が君の目の前で病院長という知的でエリートな役柄が絶対に僕にふさわしいということを証明しなければこっちを見ないでくださいならないからだ。嫌んじゃねえよ、勘弁じゃねえかよ、うるせえよ。そんなことよりこの病院では不気味な怪現象がいろいろ起こるって噂を聞いたんだけど、なんか知らねえか。何何僕は何も知らないな。その勘で慌てぶりか。絶対に何か隠してんな。勘だってことはどうでもいいんだが、しらばっくれても無駄みたいだね。杉山さん。あ、はい。お、あ、出た。僕の所属してる事務所入ったところに、事務所はまあプロダクションバオバブで、入り口入ったところに、はい、多分バオバブの小さい苗があるんですよね。ああ、はい、木の、 あの苗があるんですけども、なんでかわかんないですけど、事務所にはいつも人がいっぱいいるのに、いつも植木鉢がカラッカラなんですよ。で、ちょっと待ってくれよと、皆さんちょっと愛が足りないんじゃないっていうこと で、 で僕は事務所に行くたびにそのバオバブの木にこう水をあげてるわけなんですね。いい人だ。いい人だ。素晴らしい。偉い。なんか事務所の名前の木が枯れていくのを見ていくって嫌じゃないですか。ああ、そうですね。はい、じゃあ杉山君。はい、はい、癖。そうですね、癖、まあなくて七癖言いますが、小話ですね。小話。いやいや、今のとこ笑うところじゃないんですよ。笑うところです。笑うところです。山田君、座布団一枚持ってきて。そうですね、緊張すると鼻をかいてしまうっていうのが癖で、いつもなんか自分の映ってるこう映像のこう最終的にこう V チェックしてくださいとか来るとずっとこうやってる自分が。あ、でも よく見る。はい、ますね。うん、やってるやってる。勘弁してください。あのさ、はい、もう一つ俺癖があると思うんだけど、すっごい真面目なんだよね、杉山君。癖っていうか、さっきもほら、登場する前に控え、はい、ね、袖で一生懸命自分のところをプツプツプツこうって練習してるんで、俺は横見じっと見てて「とか邪魔すると邪魔すると「あ、やめてくださいよ」。本当真面目なんですよ。ありました、ありました、マダムさん。僕も、ね、僕も石田の眼鏡がキラーンって光った瞬間に、杉山さんがキラーンって言いましょうよって言ったら、杉山さん、そんな余裕ないよ。本当真面目だよね、ですよ。もう、テンパってるだけですね。はい。さあ、あ、そっか、ごめん、ごめん、ごめん。さあ、杉山君、ごめん。だって、お前寝てるんだ、悪いんだもん。起きてますって。はい、さあ、杉山君、はい、行ってみましょう。じゃん。わかるわかる。わかるわかるわかる。わかるわかる感じかなと思って書いてみました。はい、これは、似てるね。ウリュウ。ウリュですね、はい。ただちょっと顔とオーバーラップになりましたね。オーバーラップになっていいですね。じゃあ、それに当ててもらいましょう。はい。はい、行きます。黒崎、君はキャラ変わってねえか。こっちの方ですね。はい、どうもありがとう。あれ流された。じゃあ早速。いい気持ちいい。また旅、また旅。モーリスってば、それまた旅じゃないよ。モーリス真っ赤になってる。ねえ兄弟、この隙に尻尾をちょん切っちゃうか。酔っ払ってて麻酔代わりになってるはずだから、そんなに痛くもないよ。いいね兄弟。いい案だ。今だ、成功しそう。でも問題は僕らの手元もおぼつかないってことだよね。熱いものなのかい。俺も猫だから熱すぎるのとか苦手だ。熱い食べ物もダメ、猫舌だから。猫舌とかどうでもいいけどね。俺、君の格好は見てるだけで熱い。あっつ、あっつ、そばに寄らないでくれ。息を吹きかけないでくれ。ひどいな。あっつ、あっつ、ほんと、あっつ苦しい、あっつ。あつやつ言うな。様です。イベント終了直後に
杉山紀明さんちオタク訪問ということですね。杉山さんち広いですね、ここね。そうっすね。あ、そういう設定。でもね、あれすっげえ隠し扉とかあるんだよ。そうですよ。忍者屋敷か。パッと見収納がないように見えますけど、そう、実はね、すごい。隠し扉の向こうには何があるのか。サーバー。サーバー。サーバー。邪魔だから置いてるっていう。適当にも程があった。さすが世界のマシンマンね、常にあのまあワールドワイドな活躍ですね。いろんなところ、杉山さんのどの辺をつなぐとインターネットにつなげるんですか。俺機械にできてたいから。すいません、わざわざ。この杉山さんのイーストぶりを見る限りですね、本日とても僕はね、あのただ楽しんでしまった、楽しみすぎてしまってですね、あの皆様にどれくらい還元できたかがはっきり言って、測りかねない状態でございます。これはね、もうあのラジオ番組の方に行った時から感じていたんですけども、居心地が良すぎます。それは皆さんにとって、同じことだったら、これはとても幸せなことなのかなって僕は、今思い始めているんですけども、合ってるのかな。何ん、あ、そうなんだ。なんか杉山さんちの、そのトイレどんな感じかって見たいらしいですか。すごく普通。あのウォシュレットのスイッチかと思ったら、そのまんまこうネットショッピングのこのページがピューって出る。トイレの中、そこでウォシュレットが購入できる。そうそう、変えとそこで。あんま出てめんどくせえな。あれ杉山さんちのトイレットペーパー4コマ漫画が書いてあるよ。使えねえな。だけどそれを重ねてこうやるとパラパラ漫画になるの。すげえ。すごいな杉山さんちって、どう拾っていいのかわからない。この後は、杉山さんちの台所、これ本当に台所、なんで中央にお風呂があるの、お楽しみください。どうもありがとうございました。流れすね、ありがとうございました。それやんなきゃいけないみたいな、これをどう受けるのか続いてこのかった杉山さん、受けなきゃいけないのか。いや流してよ、 OK、 ねえねえ、はい、実は、ここでアフレココーナーは終了のはずだったんですけども、どうぞ画面の方ご覧ください。かけて努力しないといけないよ。あの監督はなかなかの人物だぞ。ああいう人が認めてくれたんだ。お前は自分を信じて頑張ればいい。家族みんなで応援するよ。西浦高校の健闘を祈って。さあ出るぞ、次のチーム待たすなよ。はい、はい。お前が謝ることは一個もない。俺はもっと一緒に力足んなくてごめんな。お前をもっと上手く投げさせてやりたかった。ということで改めてご紹介したいと思います。高瀬純太役、杉山紀明さん、河合和樹役、花輪愛さんです。どうぞマイクの方に進んでいただきまして、今お話をお伺いしたいと思うんですけど、はい、杉山さん、ずっと今日待っていただいたんですよね、この間ね。はい、待っておりました。あの待ってる間、はい、皆さんがこう演じてらっしゃるのを見ててどう思われてたとかありますか。いやー、もうちょっとテストの時に失敗してたんで、なんかプレッシャーでした。ここでまたこけたらみんなドン引きだろうなみたいな、はい、嫌な緊張を味わっておりました。ありがとうございます、はい、そして、花尾さん、花尾さんの横から、はい、ご覧になっていらっしゃいました。楽しく拝見させていただいて。はい、正直です。はい、はい、はい、あ、実際でも2000人の前でこう、はい、やっぱり生でアフレコするっていうのはどんなお気持ちですかね。やっぱり緊張しますね。シーンがシーンだけに。はい、そうですね、そうですよね。お二人ともね、ありがとうございます。
最終的にこうシークレットと当然超盛り上がってるのに最後終わったら2人泣いてますからね、このシーンね。そうなんですよね、はい、2人で泣いてる、泣いてリオがクソってクサッ、はい、素敵なシーンでした。いいところな感じなんですけど、宮山さん、はい、本当に泣くシーンすいませんでしたって言いながらちょっとプルプル震えてたんですけれども、あ、いい、はい、はい、震えてました。別に寒かったわけじゃないんですけども、いや、別にそんなこと聞いてないですはい何度かお会いしてますが、いつも真面目な杉山さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ということで、せっかくなので、杉山さんと花輪さんにはこのままイベントにご参加いただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ、あちらの方にお席もございますので、お入りいただきたいと思います。あちらのおかけいただいて思うんですけど、ここまでまあ基本的にやはり西浦の方が中心で登場していただきましたけど、当選9出てきて、確か CD の中かなんかで、杉山さん、出ていらっしゃいますよね。はい、そうですね。一緒に、はい、入れ替えアフレコの方をやらせていただきました。あの後、カズさんがどうなったのかとかすごい知りたいじゃないですか。ありますね。カズさんと高瀬くんは一体どうなるのかみたいのはあるんですけど、そういうのは、そういうのはこういう同系色ですね、お二人はね。本当だ、本当だ、本当だ、これ風がすごい。本当だ、さすが同性だ。お、二人の方がリバルと、挙手してください。誰？せーの。はい、はい、おお、立候補ですか。立候補、いや、違う、そういうご本人、ご本人が、あ、なんか急に嫌になってきたかな俺。嫌でちゃう。ちょっと待って、ちょっと待って、言い訳させて。何ですか。これは僕がやってたからっていうことではなくて、はい、普通に考えて最初ロロが順当に思い浮かんでね、はい、だけどロロあんまりちっともナナリンのこと気にしてないんだ、むしろ邪魔だと思ってるから、むしろ相当なもんでしたよ、ね、好きあらば蹴落としてやろうぐらいの勢いだから蹴落とすなんてもんじゃなかったですよ。でそれを除外して考えた時に一番こうルルーシュと、まあ、ルルーシュがまだ気心が許せて、でまだ面倒見も良さそうなのって考えた時にやっぱり、ああ消去法で、なるほど、なるほど、大人ですね、さすがです。みんなのことね、リバルとか絶対いいと思うよ。いや俺もリバルがいいと思います。かっこいいキャラが多いからな、絶対いい旦那になると思う、本当に絶対ゴミとか捨ててくれますよね、絶対。あった、あ、俺あのリバルに朝ごはんできてるよって言ってほしいんですけど、はい、いきますか。あの、おはよう、後ろ手にトン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 ってやってからこういう風に、おはよう朝ごはんできてる、そうそうそう、おはよう朝ごはん。何のコーナーですかこれ。いや、悪ノリしとくとこだろ、ここ。はい、じゃあ、いきます。お願いします、お願いします。トン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 、もう朝ごはんできてるよ。あー、いいな、いいじゃん、いい。ただ、なんでだろう、なんか2つのシチュエーションが恋人とのなんか朝っていう他に下宿のなんか料理みたいな。はい、気がついたら最後になってましたが、しゃべれ、はい、イギリス役をやらせていただいております杉山です。杉山さんが喋り出すとちょっと落ち着きます僕、ありがとうございます。そうですね、自分のやらせてもらってるキャラ以外にやってみたいキャラクター、自分がむしろできない路線だからこそ、ロシアのあの可愛らしい怖さに憧れるんですよね。はい、でも、はい、杉山さんだったら俺結構イメージいけるな。そうですかね、聞きたい聞きたい。じゃあ、はい、じゃあ一言、はい、いきます。ウォッカー、同じ感じでパスタって言ってください。パスタどっちもいける、どっちもいける、いける、どっちもいける、いやなんか僕今いろんな人を敵に回した気がしますけど、ない大丈夫ですかね。杉山さんは真面目でいい人です。いやいや、もうね、はい、でもお待たせしました。はい、そうですね、僕も丸回転以外に2曲歌わせていただいて、この、絶対不敗ジェントルマンっていう曲と、あとパブってゴーというちょっと負けないでいい、負けないで、負けないで、続けてパブってゴーというちょっと不思議な感じ、なんか僕多分今横見てないんですけど、絵的にすごいことになってるんじゃないかなと思います。あれみんな？でまあ歌わせていただいて、まあこっちはまあ負けないで、俺も負けないから続けて。はい、まあなんていうかこっちはすごくノリのいい曲で、とてもロックテイストあふれる、イギリスの前向きな面というかイケイケな面が表現されていて。でもう一曲のパブってゴーっていう方、大丈夫ですか、大丈夫ですか。パブってゴーの方は、まあ、イギリスのちょっと、あ、おかしくました。自由だみんな。杉山さんが話している歌詞やった、歌詞、歌詞やった。
なんでお菓子を本番中にあげるの、まあ、そんな感じであのパブテゴの方は、まあ、イギリスの不思議な面というかそが表されている曲で、なんかたった2曲なのにイギリスのキャラクター性をすごく表している2曲だなと思って感心した次第ですね。はい、真面目です、はい、杉山さん。いえいえ、とんでもないです。本当に俺杉山さんが話してるのを聞くと落ち着く。でも次ね、落ち着かないやつに話聞かなきゃいけないです。盛り上げてるね、フランスの人。これもね、なかなかパンチのある話だったんで僕すげえ覚えてますね。さあ、こちらをやっていただく方は小西さん、はい、杉山さん、はい、大野作家さん、はい、高田さん、はい、海田さん、もう一回お願いします。はい、連合だ連合。ある意味この座組も見てて安心します ね、 ね、いつも自由なことばっかやるんですよ。ほんとも連合って掛け声面白いね。連合連合。はーい、連合だよ連合だよ。連合だよ。いや、俺は杉山さんさえ準備できればもうそれでいいと思う。大丈夫です。よし、はい、杉山さんが大丈夫だからもう大丈夫だ。それではこちらをご覧ください。第34話連合会議似顔絵ヘタビア。では続いてはこちら。これ結構インパクトあるから覚えてる人多いんじゃないかな。第30話日本とイギリスということで、登場者はもちろん日本とイギリス。はい、よろしくお願いいたします。これサブタイトルもこのままだったんだっけ。そうです、そうです。そっか、ダイレクトだね。そうですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。礼儀正しいです。礼儀正しい日本。杉山さんは真面目だけどアドリブ入れてくるのかな。そんな無茶ぶりは。マジで杉山さんがアドリブ入れてくるってことは相当考え込んできているってこと。いや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 、あの、ね、全然しなくていいですよ。普通に行きます。じゃあ俺フランスやろうか。この話数出てないですね。一回落ち着こう。一回落ち着こう。では準備の方がよろしいですか。大丈夫そうです。はい、では第30話日本とイギリス、どうぞ。なあ日本、あの変なやつ気になるんだが。ああ、あれは天狗の腰掛けですよ。昔天狗という妖怪が出て人々を困らせたそうですよ。あ、悪いやつなのか。山神でもあるので一概に天狗が悪いやつとは言えないでしょう。あいつ天狗っていうのか。あ、あいつ手を振ってな。おい、な、あ、ヘタリア。おい日本、さっきからガキがうるさいんだが。そうですか、すみません。でも私一人暮らしなのですが、きっと長旅で疲れてるんだ、うん、それで変な笑い声なんか聞こえないんだ。イギリスさん、先にお風呂に入られた方がいいです。イギリスさん、ずいぶん長く入っていましたね。先に入ってた奴らと話が弾んで、すげえ楽しくってさ。え？ああ、じゃあ俺先寝るわ。ああ、はい、おやすみなさい。だから私、一人暮らしなんですって。ヘタリア。さあ続いて、本当のいい人です。はい、ありがとうございます。今日は本当にもうお客さんの反応がすごく良くて、もうね、演者一同、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。そうですね、もうダメなんですね、こういうなんか皆さんこう流れよく来て僕のところでこう落ち着いちゃう感じ。大丈夫、それでいいの。俺は、俺はすごく嬉しい。それが好き。ほっとするから。はい、あ、ウェブ配信から始まったヘタリアなんですけども、もうだんだんとステップアップして劇場版、そしてイベントとやらせていただいてとても楽しかったです。そうですね、まだ劇場版ね、これから控えてますので、そうですね、応援、これからもヘタリアを応援していただけたらなと思います。今日は今日はいいんですよ、楽しかった。また来てくれよな。以上です。はい、すいませんでした。もうこれヘタリアってすげえ人が多いけど、みんないろいろなお洋服で現場に来ているわけじゃないですか。うん、確かにいろんな方がいらっしゃる。どの人が一番派手だと思いますか。派手、せーので言いませんか。派手、ああ、はい、あの、役目でいきましょう。役目で、はい、はい、はい、せーの、フランス。フランス。
絶対あの人は何かしら金色だったり何かしらビラビラがついたり。そうですね。小野坂雅也さんという人なんですよ。小野坂さんという方です。すごく派手なんですよ。頭も金髪なんですよ。すごく花がある感じですよね。優しい。優しさ、俺派手ってた。見てるほどまで行ったか、だいぶ、うん。なんか、お手紙いただいた中にも、眉毛がまるで別の生き物のようですねって書かれてて、そんなか、と思って。いいじゃないですか。でも、それはそれで一つのね、キャラの特徴だからね。まあ、確かにね。でも、対処法ですって。対処法。あ、気になって仕方がない。うん、そうですね。みんなのこう、制服を見るようにするとか、こう。制服っていうか、服を見て。優しい。杉山さんは優しいよ。そんなことないけど。俺はだって、もう、うん、なんか言われたら俺、我慢って言うつもりだった。笑いたくても我慢しろと。我慢、それしかねえよって言うつもり。なるほどね。まあ、え、どうなんだろう。でもイギリスもパスタは絶対あるはずだから。あると思うので。本当にこの人の趣味なのかな、それともイギリスのパスタ実際もっと緩いのかな。やっぱり、まずいんですかね。まずいって。そんなことないと思う。たまたまだと思う。優しい、全体的に優しい、杉山さん、偉い。だってほら、日本だって美味しい料理を出すお店もあれば、同じ料理でも、えっていう料理を出すお店もあるから、で、わからないじゃないですかね。だからね。はい。ということで、綺麗に。本当のクールダウンを味わいましょう。お願いします。じゃあ、あえて。お皆さん、ハッピーニューイヤー昭和陛下万歳。今日は楽しんでいってもいいんだからな。というわけで今日一日、よろしくお願いいたします。はい、杉山さんで、それでは皆さん、特に杉山さん、イベントたくさん喋って頑張ってくださいね。もういもういということで、次に紹介するのはスーさんことスウェーデン役の酒井恵子さんです。で、大中さんが杉山さんにメッセージ残していましたが、なんかいっぱい喋って盛り上げてください。はい、ちょっとじゃあ今から30分ぐらいお願いします。30分30分、そっちの方が無茶役割だから、回しを杉山君にやってもらえばいいんじゃない。今からこの進行台本じゃあすごい無茶ぶりです。でも大丈夫さんとはどんな感じですか、現場とかは。いや、普通に同じ事務所なんで仲いいですよ。エピソードは特に。エピソードなんか面白いエピソード。でもアイスランドと杉山君、広げていやアイスランドとイギリス自体が、アイスランド、ごめんなさい、アイスランドじゃなくて、フィンランド、フィンランドとイギリス自体があんまり噛んでないじゃないですか。モイモイの人ですよ、モイモイの。モイモイのね、だから、作品中で何かエピソードって言われても。そうですね、はい、僕の質問も悪かったみたいです。じゃあ杉山さん、目いっぱい可愛くモイモイって言ってください。大中さんの代わりです。モイモイ。さあ、微妙な空気になる前に本当にいいものを見ましょう。イタリアを杉山さん。はい。ベー。はーい。だからお前は食う。はーい。お前は食うな。ちょっと間引いてください。いやー、俺は何よりも隣で若干呼吸が荒くなっている杉山さんが。すごい楽しみだよね。ハードル上げないで。はい。はい。じゃあ、いきます。なんだよ。お前バカ。こっち見んなよ。そんな大したことじゃねえんだけどよ。だからこっち見んなって。なんていうか、新年おめでとう。いやもう、なんでぶっきらぼう。なんでカメラ目線じゃないんだろう。目を見ない彼、ツンデレ大魔王だ。まあ、シーランド的にはどうかな。あれツンデレお嫌いですか。C 君的にはまあ真似たいような真似たくないような。真似たい真似たい、最後持ってきたいってことですか。あ、では次は。もうな、昔だったら絶対できなかったのに最近変にハートが強くなりました。じゃあ行きましょうかね、あそこから。
もっとこっち来いよ。ごめんな、俺今パンツ見えてる。いつもありがとな。あれな、今日は何のイベントなんですか。はい、次やってくれ早く。あれなんかずいよね。ちょっとす、いや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 、ね、ドイツってああいう面があるんですね。ドイツじゃねえよ、キャラにはあれなんですよ。実はヘタリア、今ふと考えたんですけど、うん、ヘタリアのメンツの中だと一番付き合い古いんですよ。あー、確かに某新二神さんの某分右手がバーンってなったり、左手がバーンってなったり、弓チュンチュン打ったりするやつが、あとそうか、そう考えるとあれが僕ほぼほぼアニメはデビューなんで。あ、そうかそうか、じゃあもう中…そうなんですよ。ね、そうなんですよ。だから杉山さんと、ね、一番僕あの画面の中だと一番古いんですよね。確かに。だからでも杉山さんと話すのは楽です。聞き上手なんで聞いてくれるんで、僕らがわーっつってそうだねそうだねって言ってくれるんで、確かに楽しかったです。そうそう、うん、でね、ヘタリアに入ってからも結構もう長い。そうですね、なんやかんや。そうですね、長いっすな。もうみんなジジイだ。てかエイプリルフールって嘘つきます、杉山さん。いや、つかない。杉山さんって嘘つきます。いや、わかんないけど、それはどっかでね、こう、俺は杉山さんには、ね、嘘をついてほしくないです、うん、俺は。だからいろいろこうね、あの人に心配をかけないための嘘とか。ああ、なるほどね、大丈夫ですよって、本当はもう右足ずるずる削っててもみたいな。本当は辛いですよって思いながら、もう大丈夫ですって言って、受けなくても大丈夫ですって言って撮ってること。ぜひぜひアニメートの方で買っていただければ ね、買っていただけたらと思います。グループ会社みんな盛り上がると思うんでね。でアニメートの方に足を運んでいただくと、あのグッズがいろいろ売ってます。はい、グッズを買っていただけるとですね、あのムービックが喜びます。グループ会社が喜ぶと。何の説明、うまいことできてるんで、ね、うまいことで回るように。あとパソコンで配信ながら、あのカチカチ通販でもあるじゃないですか。その時またついでにグッズを買っていただけるとムービックが喜びます。そういうね、大人の事情の話したところで。優しい、そこでバー言わない。やっぱ優しい。まあいろいろね、大人の事情ありますんで。イタリアの本当唯一と言ってもいい両親ですからね。あともう頭バーンってシャツばっかっすからね。
行きましょう。この方です、どうぞ。はい、次。おアキトでございます。アキト大人気のアキトさんですけど、 あの話ですね、あの話みんなのアクションちょっとどうしよう、これ以上持っていいのかどうか、巻き込まれてる、巻き込まれてる、ここからは本当の話をどうぞ。ここから本当の話を。そうですね、まあこういうふうに、アニメの方のアキトを今見ていただいて、どんな活躍をするのか、まあね、楽しみにしていただきたいな、なんて当たり障りの話になっちゃうんですね。いやでも本当落ち着くね、いや杉山くんいることなんか、なんか落ち着くね、安心しますね、安心する、ほっとする。やっぱ猫好きには悪い人がいないんですね。ほんとね、うん、杉山さんが見せてくれたあの野良猫の母親が子猫を3匹こうやって抱いてるで、そこに近寄っていったらふーってされた話が好きなんですよ、ね、そうそうそうおい、ネタバレはやめろっつってるだろ。あ、ごめんなさい、あれ何話でしたっけあれは80話ぐらいかな。あーそっか、長いな。いつから撮ってんすか俺ら。市村さんから。はい、私は千里くんでーす。はーい、千里チーム。そして瀬戸さんは千里じゃない、まさぬね。おい、覚えてあげて。千里か千里じゃないかで言うの。待って、そんな選択肢だったっけ。いいね。仮にあの知らなかったとしても、あの千里チームと正宗チームに分かれますという説明を私ちゃんと聞いてます。正宗チームです。よろしくお願いします。正宗チーム、ノルモ3年目っつってのに失礼しました。さあ、ちくしょう。それでは、はい、残念ながら正宗じゃない方です。なんで正宗記事になってんの。なんで残念ながらなの。嫌な一日です。残念ながら、はい、なんか正宗じゃない方、じゃない方芸人みたいな。待って待って、ややこしいよ、言い方がややこしいよ。残念ながら正宗です。それはもう勘弁してくれよ。結果どっちのチームもダメみたくなってるけど。そら勘弁してくれ。杉山さん。はい、正宗です。ああ、よかった、ほっとしたわ今の。よかったよ、ほっとした。優しい。杉山くん、逆つぶれる、つぶれる。変わり果てた千里くんです。そうね、何があったの、何があった、逆さだった、逆にしてるだけだろ。そして吉田さん。残念ながら佐藤くんです。ああ。はい、杉山さんは公式テニス部でした。おー、って言われるんですけど、大体言われるんですけど、あの生徒数が多すぎて校庭が使えなくて筋トレとランニングしかしてない公式テニス部員。ごめんなさい、それ何部なんですか。つらい過去を聞くなよ。なんでごめんなさい、あれ、ごめんなさい。あんたたちはそんな過去をほじくり返すと面白いのか。そういうゲームだよ。ゲームの前提崩れちゃうから。いつもこの胸は何かを満たそうと散々な目にあってしょうがない。殺したんだ狙いを定め
する。